うーわ、レモンです。どれ、笑いじゃ出てこう。ひごてっちゃん冷麺パート2。フルーツ冷麺を作っていきたいと思います。はい、2品目のフルーツ冷麺の食材が、はい、こちら。まず、メロン、スイカ、レモン。この3種類で作っていきたいと思います。はい、まずボウルに水を 200cc 入れていきます。はい、それポン酢大さじ1入れていきます。はい、白だしね、白だし大さじ3杯大さじ3杯入れていきます。はい、鶏ガラスープ大さじ1入れていきます。はい、これを混ぜていきます。いいねー、いいですね。砂糖小さじ1。はい、これ混ぜ終わったら、はい、氷入れていきます。氷で、氷を6個ぐらい入れよう。最後にじゃん、これレモンね、レモンを絞っていきます。レモンを絞っていく。これフル、いや酸っぱい、絶対酸っぱい使うと、いや好きすけど、よし、これ混ぜていきます。これ味見しみます。うまさ、うまさ本当にうまい。はい、二品目のフルーツ冷麺はですね、フルーツにぴったしの冷やし中華の麺で作っていきたいと思います。はい。片面が好き、あめが好き。片面。片面ね。見て。こうやって入れていくんですね。フライパンのことにして。はい、それでは麺をね、入れていきます。こうやって麺入れて、はい、さっきのスープ、最強スープを入れていきます。わー、最強ばい。それにレモンを入れていきます。さっぱり系でいきます。今日はうまそう、うまそうでしょう。マジうまそう。ふふふふふ、うまそう。そして最後にスイカ、メロン、メロンを2つと、はい、完成でーす。うわー、やばいね、やば、うまそう。これ夏にぴったしよ、さっぱり。レモン、うーわ、レモンです。うわぁ、レモンの、これレモンの国じゃない、ここ。よし、それ食べていきましょう。スープから。はい、酸っぱっ。タラコ酸っぱい。そりゃそうですよ。酸っぱっ。いや待って、これでもね、酸っぱいの好きな人にはもってこいの量、もう冷麺。マジっすか。じゃあ麺いただこう。あー、すっべー。どれ、笑いじゃ出てこう。うまい。でもね、うまいっすか。これね、多分ね、病みつきになると思う。あ、夏にはね、多分こういうのがいいのかもしれん。さっき作ったほら冷麺あったじゃん、はいはい、あれよりもこっちの方が癖になる感じ。あ、癖。何言うと、夏にカレーとか、はいはいはい、熱いもの食べたい人おるじゃん、はいはい、汗かきたいって、はい、そんなと一緒。なんか酸っぱいのを食べたい人はこれ、あ、作ってほしい。これはマジでうまい。これやばい。でも食べてください。グイグイ行きましょう。グイグイ行きましょうって。グイグイ行きましょうって。うわ、うまそう。うまそう。うまそう。
スープスープスープしっかり飲んでいきましょう。あーうめ、メロン、メロンいや、メロン後からじっくり食べたいっけ、俺じっくり、じっくり派だっけ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、後からゆっくり食べたい、このメロンとかは、お願い無理いや、お願いいや、うまいっけ。お願いします。おー、いきますね。メロンいっていい。はい、メロン、じゃスープとメロン、はい、合うかなと。合う合うマジっすか。マジ合う、マジ合う。いや、酸っぱいと思ってるじゃん。はい、メロン甘さあるけ。このメロンの甘さが引き立つっていうか、メロンの甘さとこのレモンの酸っぱいの噛み合わんと思ったけど、間違ってる。ちょっとこれね、人生変わるかもしれんぐらいの一品。次回ね、まあ何の料理作るかまだ決まってないんですけども、韓国料理以外の料理もね、挑戦していきたいなと思っていますので、ぜひチャンネル登録ポチっていいんで、もうポチっていいんでチャンネル登録の方、そして動画皆さん見てください。ひよてっちゃんよろしくお願いします。うわマジ、てしゃさんもカメラもあれですよ、回っとらんと。回ってないっす。いやマジこれダゴスピア、うまいけどマジスピア、これ食べれんかじね。食べれんすか。確かにね、こっちの方が俺は癖になると思うけど、食べれん、酸っぱすぎ酸っぱすぎっすか。見てこの量本当はどの量っすか。もうこんな、こんぐらいでいいよ、こんぐらい。いや、ほんと、あれは、メロンは美味しかったっすか。メロンは、メロンは美味しかった。あれは、あ、もう、あー、瀬さん、カメラ回っとるっすよ。ええー、って、お前マジでマジマット回っとるっす。ええー、って、マジでうまいっけん、普通にうまい食べてほしい、普通にうまい